マーク137発射機とマーク5ロッカー。カートリッジが装填されているマーク36スバックはアメリカ合衆国が開発した関西用のデコイ展開システム。NATO の c ナットと並んで西側諸国で最も一般的な機種となっている。マーク36スバックは攻撃機や対艦ミサイルなどの攻撃に対処し、これを拡乱するために用いられる。 多くの場合、電子線支援システムと連動して、脅威を探知すると同時に、自動的に対抗手段を投射して、艦の周囲に展開することができる。ここで使用される対抗手段としては、古典的なチャーフやフレアのほかなるかのようなアクティブで今や使い捨て型電子対抗手段装置もある。マーク36スバックは、マーク137発射機とマーク164。 制御盤、マーク160電源装置などによって構成されている。マーク137発射器は本質的には 130mm 口径固定式の6連装球砲であり、初速は7 5 m 毎秒である。モデルによってシステムに含まれる発射器の機数は変わっており、もっと1、5で2機、もっと2、6、9で4機、もっと8で8機、 モット10で6機が配置されている。再装填は手動であり、発射機金棒には予備弾を収容したマーク 5RSL が配置されており、このロッカー1機につき20発の予備弾が収容されている。その後、容量を35発に増やしたマーク5モット 4RSL が開発され、モット11以降ではこれが採用された。 もっと11では4セットの発射機及び RSL がもっと12では6セットの発射機及び RSL が含まれている。アメリカ海軍イギリス海軍オランダ海軍オーストラリア海軍海上自衛隊サウジアラビア海軍スペイン海軍大韓民国海軍中華民国海軍ドイツ海軍トルコ海軍ポルトガル海軍ありがとうございます。